て今回の実況はこちらのストーリーから始めていきましょう。温泉跡の洞窟を調査しようとのことだね。ドロップインパクトの発生を防ぐためドロップの力が強い場所を探し出そうとのことだ。やっていこう。うわあ、でけでけでけ。これはあかん。こいつは戦ったらダメなやつだね。逃げないと逃げないと。やりませんよ、僕は。僕は戦いませんよ、絶対に。恐ろしいね。化け物おるやんけ。あれはめちゃくちゃ強いやつですから、現在のレベルでは、当然、ね、勝つことはできないモンスターですから、もうスルーするのがいいですね。あれ、もうストーリークリアしたくらいのレベルのモンスターを持ってないと、ストーリークリア直後に挑むモンスターだと思いますのでね。まあ、なんでそのやつが序盤からいきなりいるのかわかんないんだけど、もうそれ、あれに関してはスルーで OK です。見なかったことにしましょう。あっちも俺のこと何の気にも留めてないのでね。さて、ここか。このダンジョンだね。行きましょう。あら、いきなりモンスターがいる。ここもあれでしょ、多分。あれ？これ、闇か。もうここも火属性のモンスターが主役というかね、死体じゃないかなと思ったら、そうでもないね。いきなり闇が出てきた。光はパーティーに入れてないからな。基本ずっと同じパーティーでやってきてるからね。もうそろそろ変えた方が良さげかな。よし。あー、片方倒せてねえや。なんだこれ、攻撃力が2倍、恐ろしいな。まあでも攻撃が来る前に倒しちゃうんですけどね。ごめんなさーい。あっさり行かせてもらいます。はい、撃破成功。あら、宝箱ゲットだぜー。なんだランスか。殴り合いしてるね。どこ行ってんだあれ。巨大なモンスターがいるはず。関係ないで、ストーリーをクリアさせるためそういうモンスターも戦ってね、倒していかないとダメなんだから。とりあえずこのまま真っ直ぐだ。このマップ広いね。どこまで続いてるんだ。過去最大のマップじゃないですか。あ、次が最終フロアだね。すごいモンスターと追いかけ合いっこしてるよ。行こう行こう行こう。もういきなりボスだよこれ。マップかなり広い。まだ右左行けるしね。もうちょっと探検するんだった。ちょっと後悔してるね。うわー、なんか来たー。うわー、でけえ。なんだこれ、ボス登場じゃないよ。めっちゃ強そうじゃない。てか強いだろこれ。イフリート、いきなり先制攻撃。5ターンの間火のドロップが落ちやすくなる。うわー、マジで。あ、でもどっちかといえば俺炎のパーティーできてますから、それは逆にありがたい。でも水落ちてこないのはあれだよな。弱点属性だからね。ほんとだ。火めっちゃ落ちやすくなってるわ。よしよし。ダメージの方は食らうね。食らってくれなきゃ弱るんだけどね。どうだ。全然食らってない。嘘でしょ。硬すぎる。そう、2300？ ちょっといきなり攻撃力上がりすぎじゃない？いきなり強くなった感否めないぞ、これ。あ、体力回復できてねえし。あ、終わった。あー、このパーティーでは 100% 無理だね。これ、無理だわ。一回引き返した方がいいかもしれない。絶対いけないことが今ので確信した。水主体パーティーで来ないと。うん。一発これだけ食らうんだから。
おほほほほ、ナイスコンボ。おお、でもいけるかもしれないな、これいけるかもしれない。諦めてた俺の心にまた火がついたぞ。じゃあこれ回復ドロップを水ドロップ変化させましょう。ね、正直光の Z ドロップが来ても何の意味もないんだよね。どうだ、いけ。あー全然食らわない。キャプチャー可能になったってキャプチャーできんのかよこれ。やばいよこれ、まず回復しないとって言いたいとこだけど、ハートドロップは1個もないし、スキルも何も使えないからね、ダメだわさな。いけ、これで倒してくれ、頼む。うわマジかよ、いってねえし、なんかスキル使えねえのか。うわ使えないね。あもうこれじゃあ次のターン決着つけないと終わりだね。ここまで来て負けるのはやだな。もう体力回復どうのこうのはいいや、賭けです。これで言ってくれることを信じるのに。いけ頼むぞ、いけ。あーもうちょっと残ってる、これ腹立つわ。もうなんかやめて、攻撃やめて。嘘やん、もうこんなちょっと嘘でしょ。どうする、命の牛使うか。いや待ってよ、もうここまで与えて敗北はないだろみんな。どうするこれ使う。いやでも使わなくてもいけそうな感じする、今のパーティーで、今のパーティーでもいけそうな感じするんだよ。いやーどうする、一回ちょっとパーティー変えてもう一回挑んでみましょうか。でそれで無理ならこの命の石を使いましょう。うん、とりあえずこれは諦めます。入れ替えだ、いけるいけるいける。とりあえずね、もう貴族星をねこれ外した方がいいですね。もう貴族星は間違いなくいらないので、水ですね、コールドコイル、まあ今俺大したモンスター持ってないからね、コールドコイルを使っていくのがいいと思うわ。うん、このパーティーで挑んでみましょう。よっしゃ来いや、次は勝つでー。でこれ毎回これだよね、フレイムチャージ、これは毎回絶対最初のターンにしてくるんだ。5ターンの間火属性が落ちやすくなる、だからどうしたって話だね。はい、よしよしよし、ちゃんと水属性で攻撃したダメージは食らってくれるね。まあそれはもう先ほどの戦いで検証済みですから、しっかりとした弱点属性で突くことだ。よし行け。おお、ナイスナイスナイス。でこれ今水の Z ドロップ来てるからね、これで一気に蹴りをつけたろうやないけ。あーダメージはよく食らう、でも大丈夫、でも大丈夫なんです。おーしおしおし、ナイスコンボナイスコンボ、いいぞ、一気にいけ一気にいけ一気にいけ。あーさすがに一気にはいけないか。これで、体力もまだ余裕あるね。スキルはなんだ、回復と毒ドロップを水ドロップに変化か。回復ドロップを水ドロップに変化。木ドロップを回復ドロップに変化。木は全然ねえな。木もっとあってほしかったんだけど。よし、これで次のターンの攻撃にも耐えれるし。てかもう倒せるんじゃね、いけるよねこれ、うん、いけるね、回復なんていらねえ。よし、回復ドロップを水ドロップに変化で、ラストとどめを刺す、これでおしまいだ。いった、イエース、勝てた勝てた、よかったよかった。おおこれゲット、イフリート、イフリートゲットかい、うわーつまじで、おーイエースさん、まさかの展開だ、これなかなかゲットできないでしょう、かなりの低確率だと思うよ。ゲットしちゃいました、
倒したところがゲットしてるからね、もっと俺を褒めろ、讃えろ。キザな野郎だ。それもらわないとバトルカップ参加できないのね。なんで俺一人だけ？嘘でしょ？炎の女王スタートやりたかねー。なんで俺一人だけ？やめてください。一体何が始まるんでしょうか。てなわけで今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回またこの続きから始めていくのでお楽しみに。グッバイ、また会いましょう。